でね、アダッチが一番面白い、面白いとか一番かっこいいと思うんだけどね、世田谷の貴公子。ぴったし。貴公子やな。貴公子。プリンスじゃなくてね、貴公子にした。貴公子だね、あのモテを。あとね、あとなんだ、ゆうたくんはね、目白の白鳥。あ、理由白いからっていう理由ね。そういうこと。そういうこと。そうそう。そういう理由でしかね。目白の錦戸亮とかじゃない。目白の嵐でいいんじゃない。よいしょ。あれ11時からさ19時の勤務ってさあれ8時間、8時間か、あー2時ぐらいとかじゃない、遅めの朝ごはんに。そうだね、私もそういう会社行ったことないか分かんないんだけどさ、私ももうそれぐらいの勤務時間がいいな。あー、それいいよね。残業きついよね。19時からもさ、もし残業があるって言われたら、もう選んでねえよ。じゃあ、パーセンそこダメでしょ。ジム？ジム、ジム。うん。部署窓口みたいなのってもらって。ああ、そうなんだ。そこは、資料とかも作ってねって思って。うん。それが一番だよね。私もいつしようかな。でもここまでやるとさ、なんか同じ職種を勧められるんだよね。 それぐらいの経験があるんだったら、もうちょっと転職すれば年収も上がるし、経験活かせますよみたいな。構築、前去年やった時も今構築やり始めたんですから、それをやったらその経験がつくから、もっと給料上がりますって言われた。多分今構築やってさらに次設計やってるから、それも入ると多分また別のでしょ。でもだって SE 残業あるじゃん。SE の仕事が転職してんだよ私は。そうそう、それを納得させるのに1週間ぐらいかかったそんな。会社どこ使った？会社ね、うん、あのね、私全部ハローワークの、ハローワーク3人使った。へえ、おばちゃんで。ハローワークっていいの？なんかたまに変な求人混ざってるって言わない？混ざってる。だからもう本当に選別を自分でできないから、うん、その担当のクライアントの人と仲良くなって、あ、自分の行きたいところとか自分のやりたいことをシリバルで喋って、はいはい、友達感覚になったら電話、そうしたらもうそっちからあっちから提供して、あ、こんなんあるよみたいな、どう、好きそうだけどとか言って、なんとかピックアップしてくれて。そうなんだ。それがいいよね。他のクライアントもつけたけど、うん、そのね、うん、転職サイトみたいな。ああ、どこもつけた。私も大手は一応行ったんだよね。アットタイプみたいなやつと、あ、エンジャパン、あ、まあ、登録だけだけど。ああ、エンね。エンでも中小企業だよね、あそこ。どっちかというと。
絵は結構ね、めんどくさかった。マジで？職務経歴書とかも、全部ウェブ上で書いてます。他のね、転職サイトも全部そうだったよ。そうだった、めんどくさいと思って。そう、めんどくさい。給料計算がめんどくさかった。覚えてねえよみたいな。大御所の年収、そうそうそう、何十何万で月これが何千円かかってるか全部書いてくださいって言われて。あ、重いよ。終わった。堀さん、終わり。じゃあ、あちらさん。